片山内閣は衆議院議員日本社会党委員長の片山、明が第46代内閣総理大臣に任命され、1947年5月24日から1948年3月10日まで続いた日本の内閣である。一人、内閣1947年5月24日任命。在職日数9日。 国務大臣任命時1947年6月1日任命。在職日数284日。1947年6月1日任命。内閣発足当初、日本国憲法下で国会の指名を受け祖閣を行った最初の内閣である。第23回衆議院議員総選挙の結果、比較第一党となった日本社会党を中心に民主党。 国民共同党からも閣僚を得て連立内閣とした。無参政党の議員が首相を務める内閣としては初のものである。しかし、片山は本来吉田茂率いる自由党を含めた挙国一致内閣を目指していたが、自由党が入閣に難色を示したため組閣は難航する。徹底した反共主義で鳴らす吉田や自由党幹事長の王の万木は、 党首会談の席上で、今日の閣議の機密を明日には、モスクワに漏らす分子がいる社会党政権には参加できない。どうしても入閣してほしいなら、左派を切ってほしいと要求した。やもを得ず1947年5月24日に、片山単独で、新認識を受け、片山が閣僚ポストのほとんどの臨時代理となる一人内閣としての発足となった。吉田は表向き、 要求の社会党左派のいる社会党政権には入らないと主張していたが、実際は4党連立による不安定な政権運営を見越し、共倒れを恐れ連立に加わらなかったとされる。吉田の予見は翌年になって現実化する。結局自由党からは閣僚を得られず、3党を中心に1947年6月1日に閣僚人事が決まり、片山内閣が 本格的に発足した。閣僚の割り振りは、社会党7名、民主党7名、国民共同党2名、緑風会1名といった各党のバランスを重視した党派均衡内閣ではあったが、外省、増床といった主要閣僚に社会党議員を当てることができず、人材不足を露呈した上に、社会党左派からの入閣はなく、不安定な政局を予感させた。 裁判官任命諮問委員会における諮問を経て、1947年8月4日に、三淵忠彦最高裁判所長官を指名し、14人の最高裁判所裁判官を任命した。神奈川税務署員殉職事件を受けて三国人による密造主醸造、脱税事件は、政府の経済緊急対策の成否に係る重大問題であるとして、省庁間の連携を強めさせた。 片山内閣時には公務員の公木化を目指す国家公務員法の制定、内務省を解体、廃止し、新たに国家地方警察と全国に約1600の自治体警察を設置する警察制度の改革、労働省の設置、失業保険の創設、公権的家族制度を廃止を目標とした改正民法の制定、刑法改正、 臨時石体工業管理法等が実現した。中でも、炭鉱国家管理法は、社会主義政策を具現化した社会等の重要法案であり、片山首相と水谷少将が最もその成立に意欲的であった。しかし、産業界から猛反発を受け、野党自由党ばかりか与党民主党からも難色を示されたため、法案は成立したものの、内容は、 国家管理とはほど遠い骨抜きとなり、政権の脆弱さを露呈した。さらには、炭鉱国家管理法案採決の際の民主党、市で原基重郎派の増反取り党、社会党右派内での勢力争い、社会党左派の増反による、補正予算の否決など、内部対立が表面化し、ついに政権運営に行き詰まり、片山は1948年2月10日退陣を表明した。 ありがとうございます。